2011 PDG チャレンジトーナメントは2011年に開催された3度目の PDG チャレンジトーナメントである。スポンサーシップの関係上、ダートスライブプレゼンツ PDG チャレンジトーナメント2011となることもある。この年よりオープントーナメントとレディーストーナメントの2つが開催されるようになった。オープントーナメントの優勝者には 例年通り 2012PDC ワールドダーツチャンピオンシップの出場権が与えられる。そして、レディーストーナメントの優勝者には PDC ウィメンズワールドチャンピオンシップの出場権が与えられる予定になっているが変更になる可能性もあるとしていた。オープントーナメントのチャンピオン及び 2012PDC ワールドダーツチャンピオンシップ出場者は村松春樹となった。村松は 初開催の 2009PDC チャレンジトーナメントも優勝しているため PDC ワールドダーツチャンピオンシップ出場もこの時が二度目である。この年におけるザ・フィナールも来日したラスブレイがレフリーを務めた。本戦の日程、会場、タイトルスポンサー、放送などの情報は以下の通りである。前年までもスポンサーシップはあったが、この年からタイトルスポンサーをつけた。 概ねオープン、トーナメントとレディーストーナメントの形式は同じである。まず、西日本予選と東日本予選があり、これらの予選を通過すると、ザフィナールに出場できる。なお、各予選とザフィナールの3つのイベントは、それぞれ1日のうちにオープンとレディースの過程がまとめて、行われる。全試合、で行われる。西日本予選と東日本予選の形式は、 参加人数が異なることにより試合数が異なることを除けば形式は基本的に同じである。また、2011年は2009年と同じく西日本予選が行われた後に東日本予選が行われたが前者において上位4名に残れなかったプレイヤーは後者に参戦することも可能であるため日本のトップ層を中心に両予選に名前が見られるプレイヤーが多い。 両予選は、ラウンドロビンと本戦の2段階になっている。ラウンドロビンまず、5名に分かれて、ラウンドロビン形式のグループ戦を行う。各グループの上位2名が、各予選の本戦に出場できる。本戦本戦は、シングルエリミネーション形式で行われる。オープントーナメント第1ラウンドは、人数調整のために使われ、第2ラウンドから本戦が始まるプレイヤーもいる。 両予選では前年と同様に、ザ・フィナール出場者が決定する準々決勝で終了し、準決勝や決勝は行われない。レディーストーナメント前、ラウンドロビン通過プレイヤーは、準々決勝から本戦開始となる。決勝まで行われ、優勝者はザ・フィナール出場権を得る。オープントーナメントラスト8からのシングルエリミネーション、形式である。 レディーストーナメント西日本予選と東日本予選におけるそれぞれの優勝者による直接対決である。レッグ数は以下の通りとなっている。ラウンドロビンラウンドロビン通過プレイヤーは以下の38名である。本戦において第1ラウンドから開始するプレイヤーは12名、第2ラウンドから開始するプレイヤーは26名であった。P イコール試合数、W イコール勝ち数。 L イコール敗数、LF イコール取得レッグ数、LA イコール損失レッグ数、イコール得失レッグ差、R イコール本戦の配置ラウンドグループ19、本戦本戦における結果は、以下の通りである。西日本予選からのザ・フィナール出場プレイヤーは、佐川県勢、江野又慎吾、清水博明、そして橋本守る姿であった。第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド、 準々決勝ラウンドロビンラウンドロビン通過プレイヤーは以下の50名である。本戦において第1ラウンドから開始するプレイヤーは36名、第2ラウンドから開始するプレイヤーは14名であった。W イコール勝ち数、L イコール敗数、LF イコール取得レッグ数、LA イコール損失レッグ数、イコール得失レッグ差。 R イコール本戦の、配置ラウンド本戦本戦における結果は、以下の通りである。東日本予選からのザ・フィナール出場プレイヤーは、田辺正一、村松春樹、勝美翔、そして今野武士であった。第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド順々決勝ザ・フィナールの結果は、以下の通りである。チャンピオン及び 2012PDG ワールドダーツ、チャンピオンシップの出場権を得たのは、 村松春樹であった。なお、準決勝及び決勝は、こちらより主張できる。ラウンドロビンラウンドロビン通過プレイヤーは、各グループ上位2名、計8名であり、本戦は、全員準々決勝からの開始となった。P イコール試合数、W イコール勝ち数、L イコール敗数、LF イコール取得レック数、LA イコール損失レック数。 イコール特質レックサ本戦本戦の結果は以下の通りである。西日本予選からのザ・フィナール出場プレイヤーは小峰久子であった。準々決勝準々決勝と決勝ラウンドロビンラウンドロビン通過プレイヤーは各グループ上位2名、計8名であり、本戦は全員準々決勝からの開始となった。P イコール試合数、W イコール勝ち数、L イコール敗数。 LF イコール取得レック数、LA イコール損失レック数、イコール得失レックス本戦本戦の結果は以下の通りである。東日本予選からのザ・フィナール出場プレイヤーは大内真由美であった。準々決勝準々決勝と決勝西日本予選のチャンピオンである小峰久子が諸事情により欠場となったため、レディーストーナメントのザ・フィナールは中止となった。 達成されたハイフィニッシュは以下の通りである。準決勝、ありがとうございます。